シナプシュチャンネル。こんにちは、プシュープロデューサーの飯田です。そしてお隣にいるのが岡井慎一郎です。クリエイターの岡井さんです。はい、清水さんじゃなくなったいるはずだったんです ね、体調不良ということで残念ながら今日は来られず、さて今日ここはすごいスタジオ、音楽スタジオ、音楽スタジオ何ですかこれは。そうですね、みんな何ができるかもしれないし、いやできないんですって、だから誰も何もできないんですってとりあえず触ってみて、なんか楽しそうって思えるものをやった方がきっといいだろうなと子供かなピピピピピピピよし、というわけで大人プシュ大きな第一歩今日そして大人プシュのメンバーといえばもう一人、名取さんがいまして、おーい名取さん、おはようございます。おはようございます。ズームで繋がってます。もうドラム叩けますよあれもうドラムでいいんじゃないですか。もうね画面じゃないことないですでも似合ってる、さすがね、やっぱ奥様があの作曲家さんでいらっしゃるから、ちゃんと家に楽器がいっぱいあって素晴らしい。そこに座ってるだもんいきなりね、もうじゃあ早速ドラムを叩いてみましょう。あ、じゃあちょっとまず名取さんに叩いてもらいましょうよ。そうですね、一番すぐ叩けそう、すぐ叩けそうだからなんかできそうです。足踏めました。足踏めるすごいすごい、なんかもうちょっと練習したんじゃないですか抜けがけしてるパターン。あ、してないかな。いや難しいです。どうですか、楽しいですか。いやでもなんかストレス発散にはなりそうな。ドラムは確かにいいですね。8ビートとか叩けますか。ありがとうございます。ありがとうございます。こちら側もいろいろやってみるんで見ててください。やったー。よし。さて、ドラム叩いてみます。私もドラム。名取さんより照れがある。どうしたらいいんだろう。一番分かりやすいのが、ここをタン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 、え？そうそう、今ずっとそれをやってまして、でタンタンでチャンチャンタンチャンタン、こっちは叩きっぱなし、叩きっぱなし、ずっとここで、あ、ここでどういうことですか。まあ全部。ああ難しい、難しいよ名取さん。おかしい、もう手足めちゃめちゃですもん。いやこれ手足めちゃめちゃです。でもなんか一回叩き始めたら結構楽しいですよ。いや私今すごいストレスでした。やめよう、じゃあもう絶対ドラムやる。頭で解決しようとか言ってた。そうそう。頭の中のもう回路がもう今もうショート寸前でした。名取さんの方がなんか楽しそうだった。確かに悔しい叩けてたのは飯田さんだったかもしれないこれこうだったんですね。合ってます合ってますえ待ってこんな高いです。似合ってる似合ってる、ちょっとまあこんな高いことあります。ここで調整できるんですよ、あの長さを。どこをどうしてたらベーシックな音が出ますか。出ますか。どう出したかったらこれ C の音。え？はい。で、あ、そういうこと？この三本目の弦だけ弾いてればいいですか？まあでもこれがどんどん。あれ？急にソ、ソみたいな音。これもレこことここの5番目押さえる音は一緒なんです。はあ。
え、なんか身みたいな音になりました。あ、いや、これを 何も押さえない。あ、押さえないと。4本あるけど、あ、一緒に鳴らすことはベースはあんまりない。あ、ないんだ。でもメロディーをやることはベースは基本はあんまりないと思う。ラ？でもちょっと音階が分からない。これがどうどうだ。ちょっとじゃあギターもやってみよう、うん、これがギターね。1,2,3,4,5,6 本弦があって、 C コードを押さえる、はい、押さえる、はい。ベースで自己4の指で奥からどこですか。奥から2番目そうってます。で次ここ、ここ、まあこれだけで、え、これ合ってます？合ってます合ってます。その出したい音が出てます？出てますね。全部弾けばいい。全部弾くならここも押さえてます。どこですか？ここ。これ？そこ、それ。マジ？それがいわゆる C コードですって皆さん。C コードですって、これが。世の中の人は、あのバンドをやられてる方はすごいですね。私なんて歌発注するだけだけど。ほんとみんな偉いな。そういうのをずっと練習して、ちゃんとした音が出るようにやれるかどうかっていう。難しい。井田さん全部やりたくなさそう。じゃあこれはちょっと。解散だな。どうでしょう、名取さんも。みんななんかあのシナプシュファンは飯田さんのボーカルを聞きたいんじゃないかな。ボーカルを、確かに歌忘れてた。歌のことは忘れてた。忘れてた。どうしようかな。なんとなく歌声を今知っときたいなと思う。確かに。僕はもう音痴すぎてボーカルができない。僕は楽器がいいです。楽器がいいです。楽器がいい、はい、わかりました。名取さんはじゃあ楽器ね。なんか歌ってみます。すごいすごい恥ずかしいよ。何をどうしたらいいですか、はい、もうシナプシュのやつ。はじめまして、ここはどこかな。シナシナシナプシュ、にょこにょこ生きていく。時々立ち止まる。プシュプシュ生きていく。です。素晴らしい。ちょっとキーが高かったけど。いきなり歌わされてあんだけ歌えるなんて僕より上手。やった、優しいよ。優しいプロデューサーだ。不良はちょっと考える時間が必要かな。じゃあ名取さん、あのプロデューサー岡江さんが私たちが何の楽器を やるかを、だってね、楽曲のあれにもよりますもんね、どんな曲かも。まあ作り始めてるらしいので、じゃあちょっと発表を待ってください。はい。そう、今日いるかなと思ったら、あ、いないんだ。やばい、プロデューサーさんあるな。あ、怖い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 な。ちょっと荷物置きます。何しに来たんですか？曲がね、できました。おー、すごい。なんで曲ができたんだろう。全然何もしてないのに。まあみんなで演奏して、そこでようやく完成なので。なるほどなるほど。全然完成したとは言えない。ちょっといっぱい試作を作って。うん。どんぐらい作ったんですか？25、6曲作って。ありすぎアルバムが出せちゃう。どういうこと。あ、やばい、目取れてるわ。目取れてる。プシュの目が取れてる。目取れちゃうんだよ、この子。そうなんだ。
いや、いろんな方向性に伸びすぎちゃって困ったんですけど、まあ、その中でよりすぐりの2曲を、うん、2曲私や清水さんや名取さんをこう思い浮かべながらすごい、ね、曲を作ったってことですか。そうそう、見た目すごいんだよ。名取さんがドラムを叩いている。名取さんがドラムね。そうそう、清水さんはキーボードだ。キーボードだ。キーボード。え、岡井さんはギター？ギター。岡井さんがギターやってくれればちょっと安心ですよね。ね。ギターだけでいける？いけない、いけない。皆さん、ベース。ベースか。ベース。ちょっとどうしよう、緊張する。こっちの方が緊張する。岡井さんの方が緊張する。いや、緊張するな。すごい嫌だ。じゃあ、いきます。はい、お願いします。ここ可愛いこの音。うん。スキュータに。すぐスキュータにしようとして。したい。めちゃくちゃ可愛いな。好きだな。え、めちゃくちゃいい。ね、めっちゃいい。何これ。すごい良かった。素晴らしい。え、でもちょっとできそうでしょ。できそう、いけるかもって思っちゃった。難しいけど、まずキーボードとベースを始めなきゃいけない。な、誰が歌うんでした？そう、誰が歌うんだろうこれ。みんな？伊藤さんじゃない？私が歌うのこれ？おい。私歌いながら弾くんだ。伊藤さんをみんなでイメージしてイメージされて私。はい、もう一個じゃあ、うん、よし、行きます、ね、はい、こっち、はあ、うわー、確かに名取さん、名取さん叩いてる、叩いてる、ね、出てきたよ、今名取さん叩いてる、叩いてる、なんだろう、これはどういう曲なんだろう。わかんない。結構辛いこともあるけど頑張っていこうみたいな曲。仮でつけた歌詞もそんな感じだった。そうなの、そうなんだ。え、すごいいい曲じゃないですか。うん、色もいいです。なるほど、すごい、バンドっぽい。じゃあバンド感がすごい。岡井さんって天才なんだ。天才なんだってね。独学でね。すごくない？これを練習しましょう。教えて。練習する。え、歌詞はどうしますか？そう、歌詞はやっぱ飯田さんに考えてもらおうかなって思って。やばい、私やること多くなってる。多いよ。ピッ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 。